いですかですね、ドラゴンゲートの、10.13 京都大会の予想となっておりますね。まあ、ね、博多でね、高木が対談して、で、まあ、何かが起こると言われている京都大会ということなので、まあ、ビッグマッチの大阪大会の方も控えてますしね、はい、何かしらがちょっと動くんじゃないかななんて思ってますね。はい、まず第1試合、吉野キッド対藤井問題流。まあ、11分21秒キッドがバイブルで問題流から取るというふうに予想しましたね。まあ、このドリームとブレイブ王子タッグが、まあ、負けるはずはないやろという感じですね。はい、で、続いて第2試合、斎藤対シャチ。これはまあまあまあ正直言って、まあなんか賑やかし的な感じになるんじゃないかなと思ってますね。はい、予想としてはまあ7分21秒最良が最良ロケットでシャチから取ると。まあシャチが最良から取るのはちょっと難しいんかなっていうのがあるんで、とりあえずこんな感じですね。続いて第3試合、望月美濃浦対マリア UT。これはまあ美濃浦がね、最近ちょっとずつ入ってきてますよね。で、もしかしたら、望月道場入るんじゃないかっていうのはね、あるんですけど、まあ、別に望月道場は緩い感じなんで、まあ、入ろうがね、抜けていこうが、お構いなしのね、チームっていう風に言ってますから、まあ、別に入ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、まあ、予想としては9分3秒 UT が鼻炎ジャベで美濃浦から取ると。まあ、UT は今本当に絶好調中で、まあ、正直言って旬に狙いを定めているところがあるんで、まあ、ここで美濃浦と戦って、まあ、勝つんじゃないかな、なんて思いますね。はい。で、第4試合、ドイリー、石田対、KG、堀口、ヤシ。まあ、これは、まあ、トライアングルゲート王者が2人いますね。ナチュラルバイブス側にはね。KG、堀口と。で、まあ、ヤシ。に対するドイリー、そして、まあ、マキシマムに入ったばっかの石田の3人ですね。はい。で、予想としては13分11秒、ドイがバカタレスライディングキックで堀口から取るというふうに予想しましたね。まあ、これでドイが取って、チャンピオンチームから、取って挑戦するんじゃないかなと思いますね。はい。ワンチャンスね。このドイリー、石田っていう3人で挑戦っていうのもね、いいんじゃないかなと思いますし。まあ、石田もね、マキシマも入ったんでね。こっから本格的にタイトル戦線にどんどん絡んでいってほしいっていうのがあるんで。まあ、もしかしたらトライアングル挑戦するんかなとか思ってもいますね。はい。で、第5試合、進むパンチ対弁慶エータ。まあ、14分45秒、エータがトラバスキックでパンチから取るというふうに予想しましたね。まあ、パンチにはね、ちょっとやり返してほしいっていうのはあるんですけど、まあ、でも勝てないんじゃないですか？弁慶はま、ドリーム次期挑戦者ですし、エータはエータでね、まあ、こう、RED 引っ張ってってところありますから、まあね、エータとかね、RED にね、パンチをやられたい方だやられてるんで、なんとか一本返してほしいっていうのはあるんですけど、まあでもきついかなーっていうのは正直言ってありますね。まあパンチはどうやろうな、結構際どいと思いますね、正直な話。勝てるかどうかっていうところがね。はい、なんでまあエータが勝ってんちゃうかなと思いますね。でまあね、昨日、一昨日ぐらいですかね、ね、動画でね、理想のタッグとか言ってたんですけど、対戦カードに組み込まれてること知らなかったですね。はい、なんでね、ちょっと楽しみですね。弁慶タッグっていうのはね。はい、そして、メインイベント。第6試合、山和、ハルク、影虎対パック、清水、吉田。まあ、RED 対トライバンガードの戦いとなってますし、まあ、後楽園でもね、一応戦うので、一応そちらの前哨戦にもなるし、っていう感じですね。はい。で、予想としては、17分22秒、清水が砲丸投げスラムでハルクから取るという予想ですね。まあ、ワンチャンス、清水が、まあ、パックは大阪で決まってますし、フラミート戦がね。で、吉田は、どこかな、っていうのがありますし、清水とエータでツインゲート行くんちゃうかな、っていうのがあるんで、となったら、まあ正直言って清水データが入っている時に勝つと思うんで、まあここでの挑戦はないにしろ、まあ多分パックあたりが取るか、清水が取るかっていう感じじゃないかなと思いますね。はい。なんでツインゲート挑戦者はだってね、誰になるかわからないですけど、まあ結構な確率でエータ清水入ってくるかなっていうふうに思っているんで、まあどうですかね、ここら辺で清水あたりが、ね。一発取ってくれるったらなぁなんて思いますね。はい、ということで、まぁ、今回はこの辺で終わりました。チャンネル登録よろしくお願いします。あと、リクエストコメントとか他にもね、まぁ、こちらの予想動画の方ね、コメントあったらよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わります。